こんにちは、脱力系マクロミチャンネルのやっちゃんです。今回は豆腐と甘酒を使っためちゃめちゃ体に優しい豆腐クリームというのを紹介します。私のチャンネルでは豆乳を使った豆乳ホイップクリームっていうのをいくつかご紹介しているんですけれども、豆乳の種類や気温によって出来上がりに差が出てしまうことがあるんですね。今回の豆腐クリームは硬さを水切りの具合で調節することができて、気温にも左右されないのでとっても作りやすいんです。しかも今回は乳製品だけじゃなくて油も砂糖もゼロで、しかも発酵食品である麹の甘酒を使っていますので、食べれば食べるほど健康になれちゃう夢のようなクリームなんです。作り方もとっても簡単ですので、よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理お菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah. I feel it in my heart. まずお豆腐を茹でていきます。お水の中にお豆腐を入れて火にかけ、沸騰してきたら火を弱めて、お豆腐がね軽く揺れるくらいの火加減にして5分茹でます。絹豆腐の場合はグラグラさせてしまうとお豆腐が煮崩れてしまうので、沸騰させすぎないように気をつけてください。5分間煮ることで豆腐のこう匂いを軽減することができるんですね。そして日持ちも良くすることができますので、ひと手間ですけどね、茹でて使ってみてください。はい、5分経ちましたらお湯を切ります。そしてキッチンペーパーで包み込み、軽く重しをして、重しは何でもねいいんですけど、今回は小さめのお鍋で重しをしたいと思います。これで、30分から1時間好みの硬さになるまで水切りをしていきます。その水切りの具合によって硬さが変わりますので、角が立つようなクリームにしたい場合はしっかり水切りをした方がいいし、ふわっとかけるような柔らかいクリームにしたい場合は短い時間で水切りをしてください。お豆腐の水切りができましたらフードプロセッサーに入れます。そして濃縮の麹甘酒、お好みの量入れてください。そしてお塩ね、一つまみ入れます。お塩入れると甘さが引き立ちますので、ぜひお塩入れてくださいね。これを攪拌していきます。はい、滑らかになるまで攪拌しました。仕上げにレモンの皮をすりおろして入れていきます。皮はすごく香りがいいので、この豆腐臭さっていうのを消してくれるんですね。私は国産のレモンを手に入った時に丸ごとこのまんま冷凍しておくんですね。そうすると皮もこんな風に好きな時にすりおろせますし、これね果肉もねすりおろせるんですよ。なのでレモン汁もすりおろすことができるんですね。レモンのね皮の黒いところ、この黒いところっていうのは抗がん作用があるというふうに今注目を浴びている素材なので、ぜひね無農薬のレモン活用していただけるといいかなと思います。こちらの動画でまた詳しく説明してますので、よかったらご覧になってください。レモンがない場合はバニラエクストラクトやバニラエッセンスで代用してください。軽く攪拌して、これで完成です。それでは早速試食してみたいと思います。レモンのいい香り。
口に含むとバーッとレモンの香りが広がって、お豆腐臭さが全然ないんですね。この甘酒のほんのりした甘さがね、またいいんですよね。もうパクパクいけちゃいます。うん、これ冷蔵庫で冷やすとまた少し硬くなります。水切り具合で硬さの調節もできますので、こんな風に絞ることができるので、ケーキのデコレーションに使いたいなんていう時は固めで作るといいと思います。今日はちょっと緩めに作ってあるので、こんな感じでケーキにとろっとかけてあるんですけれども、パウンドケーキとかマフィンをしっとり食べたい時にぴったりのクリームになってます。気候にも左右されず、とっても簡単に作れますので、よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。